はい、日本共産党の田村智子です。今日はありがとうございます。あの、えっと、まずちょっと根本参考人にいただいた資料でですねご説明いただいたしたいことがありまして。 あ,のある意味、根本参考人のご説明が国交省が説明していない部分をかなり詳しく説明していただいたなというふうふに思いながら陳述、えー、を聞いておりました、でえっと、これ、後ろから2枚目の資料でしょうか、あのこれ、ね、2035年度から20115年度まで更新工事で、えー、年800億円を見込んだというシミュレーションをされています。それであの更新にについてはは、ね、国交省の答弁はあの、まあ、すぐに必要と なるのが1.5兆円分と、であのこれに加えて、えー、6.8兆円分が今後あの改善性が高いと、でこれ合わせると8.3兆円なんですよ。そのこの8.3兆円というのを一つの根拠として年800億というようにシミュレーションされたんでしょうか。このシミュレーションのあの元が何なのかをご説明いただけないかなと。はい、根本参考人。まあ一番わかりやすく言えばですね。 あのえー、これだけの資産額があって、その資産が耐用、まあ、年数が何年だろうかと、まあ、橋とかだったら100年ぐらいの耐用、ね、年数であのおかけ替えなきゃいけないでしょうそうすると、まあ、50年前に作った橋は50年後にかけ替えるような形で、まあ、そういうような形で、あの更新投資を。あの え推計してみたら、まあ、大体800億円ぐらいではないかというふうな、まあ、そういう推計なんですね国交省さんのやってるやつは多分あの実際のここの箇所ここの箇所でこういうふうな更新工事が必要であのこれだけかかるっていうふうなのがあの何ですか、ね、ちゃんとわからないとそのうん。 あのどういうふうに借金していいか分からないと、そんな無責任なことはできないと、ある意味、真面目にやってるんだと思うんですね、あのだから、将来の,あの更新投資はこれぐらいだろうっていうことを、まあ、言えない、僕はむしろでも、そういうことをちゃんと言わないと、ある程度、制度は落ちてもですね、将来これぐらいの更新投資があ,のあるんではないだろうかというようなことを、あのまあ、誤解な、 あ,のあるかもしれない大ざっぱに見通すということもやっぱり大事な仕事じゃないかときち,きちっとその財源調達計画を作る返済計画を作るってきちっとやるのも大事なんだけどお大まかな予想をするっていうのも大事じゃないかなと思う我,我々のやつはまさに大まかなやつなんですねだから現場から上がってきてるやつじゃないんですね。うん、田村智子君あのやっぱり、ね、笹子トンネル事,件事故を受けてですねあの 根参考人おっしゃる通り私はこの更新事業についてどれぐらいをどう見込んでいるのかっていうのを出さないと今後の,その道路の、ね、お金に行きたい、どれだけかかるのかそれが料金徴収との関係でどうなのかというのは検証できないんじゃないかというふうふに思いますのであのそういうシミュレーションが皆さんのところでもなかなか困難な状況だということがあの分かりましたのでこれはあの後の委員会で,です、ね、あの正していきたいというふうふに思います。であの次にに長谷川参考人お聞きをしたいんですけれども あの本当にあの高速道路事業はです、ねあの、いわばあの今のスキームというのは、機構から投資を受けて作ります、でそれをあの料金で償還していきますというふうに言いながら、ご指摘あったとおり、国直轄事業という、あのいわば抜け道、まあ、薄皮まんじゅうというふうにおっしゃいましたけれども、あのこれをっ使って、 でですね、あのどんどん道路を作ることができますよといわばあの現在のスキームっていうのがあの矛盾というか破綻というかねそういう状況にも陥っているんじゃないかというふうにも思いますじゃあそういうやり方も含めてあのどういうふうにその道路建設をね今後も続けていくのかっていうことをあの更新とそれが両立できるのかということも含めて 大規模な検証ということをやっていかなければならないんじゃないかという問題意識を持っています、でその道路を建設していく上でです、ね、今まではその事業の評価として BYC、費用、便益費、これっていうのが、あのいわばあの大きな指標であったというふうに思います、であのお話しあったとおりあの、2020年7月の事業再評価時点で1.01と。 でその後に調布の陥没事故も起きていると、あのえっとぜえー、この国土交通委員会で私も、じゃあ、1を切ってもいいのかっていう質問しましたら、国交省はこれ、答えないんですね、一を切っても事業として、これは進めていいものなのかどうかを答えない、このことについて、長谷川参考人のご意見を伺いたいと思います。長谷川参考人えっとですねややはははりを切れればそれは私見直し 中止の対象にすべきであるとそれは要はコストと、えー、便益メリットはコストを作った後の、えー、メリットですかあのプラスアルファの、えー、経済的な効果というのを考えて費用の方が高いのは、まあ、通常、民間会社の事業であればそういう事業は始めないわけですから100億かけて、えーえー、10億ぐらいしかあの利益がないような事業。 普通の民間会社では事業としては採用されないわけですから、それは国が行う事業であっても、それはやっぱり同じような視点で検証すべきであろうというふうに思います。また、あの最初の方であったの、どうやって、えーまあ、必要な道路を作るかということについて言えばですね、まあ、例えば、国がきちんと国、えー、説明すればですね、例えば国と、えー、高速道路会社が半分ずつ負担して、どうしてもそのこの地域、 のの維持ににととってこの道路は必要ですというふうふきちんと説明をすればですね別に使う税金を使うことに対して全部が反対するということにはならんというふうに思うんですね先ほど言いましたように物流をきちんと支えている一部になっている道路もあるわけですからそういうことでいうと地方の皆さんの生活を支えるためにこの路線は必要ですということを丁寧にきちんと情報も出して説明すれば まあ、税金と、えー、高速道路管理会社が半分ずつみたいな。ことも別に当然それはあり得るのではないかというふうに、えー、思っております。以上です。田村智子君。はい。あの、その作る方なんですけど、私があの危惧しているのは更新、あの更新は。 あのトンネル事故を見ても、私、最優先にやっていかなければならない事業だというふうに思います、また暫定2車線のところもね、本当に危ないところこれはあの交通事故を防ぐためには進めなければならない事業だというふうに思います、ただね、それがね、どこが必要性が高いのかっていうことが、全国的なこの道路計画として示されないわけなんですよね。ああののの全国的に示されたものはあの が最後じゃないいいかとううふうに思っててましてあの高規格道路があの、えー、1万4000キロ地域、高規格道路等々の、ね、建設についてじゃあこれは四千層のとおりにあの作るんですかというふうに聞いてもこれはの国交省は、国交大臣は、えー、今も四千層が生きていてそれをあの作ることが国としての事業計画なんですとは言わないわけですね。 ここに上がってきた事業について、必要性を評価しますという言い方になってしまう。であの私はこれは本当にですね、あの例えばの、えー、この間いろいろに問題にしてきた下関北九州道路っていうのは、かなりあの政治力もあって、事業が復活したりっていうことがあるんじゃないのかと。 あるいはあの、東京外環なんかも、もう本当に凍結して、もう作られないと思っていた道路が、いきなり、え、大震度地下だったらっていうことで、これもあの、え、大臣が視察をすることから始まってですね、え、急に浮上するというようなことで、そうするとあの、これらの事業が全国的な道路事業の計画との関係とか、あの、本当の必要性がどうなのかとか、そういうあの、精査する仕組みというのが、 本来求められているんじゃないのかという,ふうに思いますが、これあの三人の参考人の方にお聞きをしたいと思います。順番に、はい、根本参考人。はい、えー、っと、まああの更新あの工事がまず優先されるべきでしょうっていうのは、それは私も賛成です。あとその。 4車線暫定2車線区間の4車線化に関してはあのやはりあのいろいろな箇所があって、まあ、全国あの、要望もいろいろ出てきてますからあの公平、公正にです、ね、あの選んでいく必要があると思うんですけれどもあの、えー、国土幹線道路部会というところに私、所属してますけれども、まあ、そこであの評価項目をです、ね、あのたくさん立てて まあ、BYC もあるんですけれども、それ以外に交通事故が多いとか、ですねそれからあの災害時の代替路になるとか、まあ、いろいろなこう指標で総合的に評価して、あのー、1600キロある1400キロ残ってるうちの優先的に整備する区間というのを、あのー、みんなで相談してですね、あの決めるような手続きを取ってます。まああのー、それ以外で、あのーまあ ほかにもですねあの、新規着手すべきところがあるじゃないか、あるいは、その新あの自動運転に対応したあの進化のための投資があるじゃないか、これはそれ、やっぱり大事だと思いますけれども、それはそれでやはり、あのみ,みんなで議論して、まあ多分国会の先生方も加わってです、ね、議論していくということでよろしいんじゃないでしょうか近藤参考人。<coughs> えー、やはりあの、メンテナンス。 安全な、えー、交通を確保する高速道路という点で、メンテナンス費用は絶対に必要だというふうに思っております。でこれについては、えー、かなり詳しくです、ねえー、いくらかかるかというのは発表していただけても言いますし、これからも発表していただけるものだ、えー、既存の施設でございますので、大体の状況はわかるのではないかな それから2車線から4車線というような拡充につきましては、渋滞度合い、それからあの先ほどお話にありましたような、緊急時の避難場というような総合的なもの、それから GDP が影響とか、そういったものを総合的に勘案されて、最も必要というような係数を出された上えで、優先的に必要なものからやっていくと、新規につきましてはもう本当に GDP とか、 えー、住民の利便性、そういったものについてですね、どれほど影響があるか、また、えー、地元の求めている度合いについて、えー、相当に勘案し、これらの数値も発表した上で、えー、やられるのが妥当なのではないかなというふうに思っております。長谷川参考人。はい、えっ、ー、と私もまあ同じような考え方で、やはりすで、えー、にあの供用されているネットワークというのは国民生活にまあ。あ 貢献しているまあ社会インフラということでありますので、えー、万が一の事故などが起きないようにきちんと維持、補修というのをまあ最優先でやっていくべきだというふうふに思いますあの、まあ、車暫定2車線の4車線化の部分とです、ね、あと新規事業の部分については私はあの考え方としては同じような捉え方をしていましてきちんとした客観的な評価がされて、えー 四4車線化にしなければならないあるいは新規にこの路線を作らなければならないという,うきちんと指標が示されて根拠が示されるのであれば、まあ、それは、えー、必要なんだろうと思いますけど単純に暫定2車線になっちゃっているのでとりあえず計画は4車線なので計画してるから4車線に単純にするというようなことでは私はちょっとおかしいのではないかと。それはもう,もうすでに暫定2車線として 一定程度強要されていて、えー、使われている実績がありますので二車線では足りないという明らかな要因とか根拠がなければ別に四車線化する必要はないのではないかと、まあ、そういうふうに思っていますので、まあ、これは新設路線と同じですねどうしてもこれの路線が必要だというのであればあの客観的な事業評価というのをきちんと 大臣がおっしゃったような形で根拠も示してあそれであれば作った方がいいねということであればあのきちんと説明した上で作ればよろしいのではないかといいうううふうに考えておりりまますすありがとうございます原智子君あの今のであの皆さんその優先順位があるということの、ね、お話だったんですけれど問題はその優先順位というのがこう見極められる仕組みが。 あるんんだろううかっていうことなんですねで国会の審議にはほとんどかからないわけです、今回もこ,のこういうスキームで示されるとかからなくなりますね、あのこういうスキームで作,る作れますよと民間の中でこう投資が行われる召喚計画をこうやるであの一つ一つの事業の審査についてはそれぞれの審査機関でやるとそうすると優先順位を作るその仕組みっていうものをどういうふうに作ったらいいのか。 これあのちょっとご所見のある参考人の方いらっしゃいましたらお手を挙げてお答えいただけないかという,ふうに思いますがいかがでしょうか、いかかがでしょう根本参考人、いかがでしょうか、根本参考新規にこう着手すべき路線というふうな話でいえばです、ねまあ、ある意味、BYC という、あのー、原則があってです、ねあのー、それで。 あの決めていくということでいいと思うんですけれども、あの例えばさっきあの議論になったその、えー、自動運転トラックのための投資をどうするんだと、全く質の異なるあの道路投資が必要になってくるという、はい、この政策判断はです、ねまあ、ある意味、今ないわけですよ、どういうふうにそれを、それが大事だっていう。う ふうに思うのか思わない、それはいろいろ利害関係者によってまた違うでしょうし、そういうふうなものはやっぱりあの国会のマターになってくるんじゃないでしょうか。以上です